国際宇宙ステーションのズベズダモジュールの便所宇宙の便所は無重量環境において利用することが可能な便所である。重量が存在しないため液体と固体の収集と貯留には空気流が用いられる。排気物を流すのに使用された空気はキャビンに戻されるため周期を抑えバクテリアを除去するためにあらかじめろ過される。旧式のシステムにおいては 排気水は空間に放出され、そしてすべての個体は圧縮して貯蔵され着陸時に運び出される。より近代的なシステムは、バクテリアを死滅させるために、個体排気物を真空圧力にさらし、これによって周期問題を解消し病原体を死滅させる。人間が宇宙空間を旅行すると、重量が欠如しているせいで、流体は人体のあちらこちらに一様に分布する。 人造が流体の運動を感じ取り、そして人間は生理学的な反応から地球の出発から2時間以内に要弁をすることを必要とされる。すなわち宇宙の便所は宇宙飛行士がバックルを外した後、シャトルの飛行において作動させる最初の機器である。スペースシャトルの廃棄物収集システムの所要素の宇宙の便所には基本的なパーツが4つある。 液体廃棄物真空チューブ、真空室、廃棄物貯蔵庫、および固体廃棄物収集バッグ。液体廃棄物真空チューブは、長さ2から3フィートのゴム、またはプラスチックのホースで、真空室に取り付けられていて、吸引力を提供するファンに通じている。チューブの端には、分離可能な用の容器があり、これは、男性用、女性用がそれぞれ存在する。 男性の尿の容器は、幅が2から3インチ、深さ4インチのプラスチック製のロートである。男性宇宙飛行士は、2内視3インチの距離から、ロートの中に直接、排尿する。女性のロートは超円形で、そして幅は、円のところで2インチ、4インチである。ロートの円の近くには、複数の小穴あるいは細長い裂け目があり、空気を逃がし下吸引を避けるようになっている。 真空室は深さ1フィートほど幅6インチのシリンダーで円には廃棄物収集バッグと吸引力を提供するファンを取り付けることができるクリップがある。尿は廃棄物貯蔵庫にポンプで送り込まれ貯蔵される。固体廃棄物の貯蔵バッグは機体だけが通過できる特殊繊維で作られており、このために真空室の後ろにあるファンは廃棄物を バックの中に引き込むことができる。宇宙飛行士は要弁を終えると、バックをひねり、それを廃棄物貯蔵庫に入れる。尿及び個体廃棄物の資料は、冷凍され、そして地上に持ち帰られ検査される。搭乗運用技術者、クロードニコリエが、STS-46 の廃棄物処理システムの修理マニュアルを再び見る。スペースシャトルで用いられた便所は、 排気物収集システムと呼ばれた。空気流に加えて飛行中の貯蔵庫に固体排気物を収めるため回転ファンも使用する。固体排気物はシリンダー型のコンテナに収められ、それから排気物を乾燥させるために真空に暴露される。液体排気物は空間に放出される。ST、s t s 十六ミッションの間にファンの一つが機能不全に陥り、そして 乗組員、クロード・ニコリエは、飛行中修理をしなければならなかった。これ以前の STS-3 の8日目は、完全に故障し、乗組員2人は、廃棄物廃棄と処理のために、代弁コンテナ装置を使用しなければならなかった。国際宇宙ステージョンには、便所が2つ、ズベズだと、トランクユイリティにある。これらは、スペースシャトルの廃棄物収集システムと、類似した。 ファンクドーの吸引システムを使用している。液体廃棄物は20リットルのコンテナに収集される。固体廃棄物はそれぞれ微小な先光のあるバッグに収集され、アルミニウムのコンテナに貯蔵される。いっぱいになったコンテナは処分のためプログレス補給船に運ばれる。追加の廃棄物衛星区画は2010年に打ち上げられたトランクウイリティの一部である。2007年に NASA は国内で開発するのではなく、すでに国際宇宙ステーションに搭載されていたものと類似したロシア製の便所を購入した。2008年5月21日、ズベズダの7年間使用された気液分離ポンプが故障したが、固体廃棄物部分はなおも機能中であった。乗組員は様々なパーツを交換しようとしたが、しかし機能不全のパーツを修理することはできなかった。 その間は、尿収集のために、手動モードを使った。乗組員には他に選択肢があった、ソユーズの輸送船の便所を使用すること、それとも必要に応じて、尿収集バッグを使用すること。ディスカバリーが6月2日に、STS-124 のミッションの一部として、交換のポンプをステーションに運んだ。ロシアのミールの便所もまた、廃棄物収集システムと、 類似したシステムを使用した。ソユーズは、機動船内の空間を確保するために1967年の導入以来船内便所設備を有していたが、すべてのジェミニとアポロの宇宙船では、宇宙飛行士は、いわゆる、ヨータシチューブに排尿する必要があった。そこでは、尿は、宇宙空間に捨てられたが、一方大便は、特別にデザインされたバッグに収集された。 スカイラブ宇宙ステーションは1973年5月から1974年3月まで NASA によって用いられたが、船内廃棄物収集システム設備を有していたが、これはシャトルの廃棄物収集システムの原型であっただけでなく、また船内シャワー設備を特徴としてもいた。スカイラブの便所はロングアイランドのフェアチャイルドリパブリック会社によってデザインされ、組み立てられたが、 本来は、尿、大便及びオートブツを収集して地上に持ち帰り、宇宙飛行士のカルシウムのバランスを研究するための医療システムであった。これらの設備を備えてさえ、米ソ双方の宇宙飛行士は、排便の必要を最小化するために、打ち上げ前の挑戦状と低山砂色を採用した。ソユーズの便所は、ミールからの帰還のミッションで用いられている。NPP ズベズダは、 ロシアの宇宙危機器開発会社であり、その中には無重力便所も含まれている。ありがとうございます。